この動画は公式ホームページによる動画配信に関するガイドラインに従って非収益化で配信しております。ストーリーなどのネタバレ表記を守って直前にも注意喚起をいたします。チャプターなどで先へ飛ばしていただければネタバレ防止にも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。ここまでやりますので、ぜひとも皆様チャンネル登録して。ここから先にネタバレの動画があります。ネタバレが苦手な方は画面下の再生バーにあるチャプターから飛ばしてみてくださいね。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけで今回も冒険飯やっていきたいと思います。今回ちょっとね、サムネになんか書いてあるかもしれませんが、今これ動画を撮ってる段階では何個、出てくるかわからないので、ちょっとね、サムネでは何千みたいなことになってるのかな、わかんないですけど、 YouTube によくあるタイプの動画ですよね。今回はね、全滅してわかること何千みたいな内容になってると思います。まあとは言ってもね、まだ1回しか全滅してないんで、もっとね、このゲームをね、いっぱいやり込んでいる人の方がね、詳しいとは思うんですが、まだ最初の段階で、あ、こういうことなんだっていうのがね、分かった段階で、今はちょっとそれを動画にしております。なのでね、もう分かってるよっていうことも、の方が多いと思いますけれども、一応ね、今回気づいたことをとにかくずらずら喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。もしね、こんなこともありますよみたいなのがあったらコメントに書いていただけると、これからマグも何回も全滅すると思うんで助かります。ちょっとね、ご飯作りながら、ね、じゃあちょっと喋っていきますかね。もう サラダしか作れないのよ。もうまだこれぐらい序盤なんですけれどもね。はい、じゃあまず最初一つ目はやっぱり、あれですね、もう公式にも散々書いてあった通り、レベルが1からになっちゃいますね。前回の動画で多分ね、途中の章からスタートしてどうなるのかっていうのをやってみてるんですけど、あれで分かる通り、やっぱ途中からやったらあっさり全滅しちゃったんでね、おとなしく1階層からやりましょうっていう、そういうお話ですね。やっぱりね、ちょっと枝もったいねえけど、思ってるより調理できない。あれ、おかしいな。なんか結構いっぱい いろんなもの手に入ったと思ったんだけれどもね、意外と手に入ってなかったみたい。これご飯ねえぞ、みんなに食わす飯がない。うん、ちょっとないね。これこのまま食うか。まあおとなしく1階層から始めるっていうことですよね。装備品次第ではね、途中からやってもいいのかななんて思うので、まずレベルが1からになってしまいます。そして2つ目、ステータスまで、やり直しになってしまいますね。で、ちょっと今食事の画面ここでちょっとどう、左側に前回マグが、全滅した時の1周目のステータスも並べておきたいと思います。今一応ちょっと画像で見てみて比べてみたいんですが、まずダントツで HP が半分以下ですよね。1回目の、1周目、まあ、同じ14階層、15階層の、1周目のデータが左なんですが、もう攻撃力、防御力、さらに HP、とにかく能力が全然違いますね。で、もう一人見てみましょうか。ひなちゃんに関してももうやっぱ攻撃力が200とかだもんね。HP あんまり変わんねえな。いいもん食わしてないな。あ、で、あとあれですね、耐性もなんかちょっと、と違うのがついてるのはやっぱりいろんなもん食わしてるからでしょうね。で次この子で見るとやっぱりこう HP も違いますし、攻撃力もまあ段違いですね。やっぱ200超えてますね。あとステータスが全部3桁ですね。前回の見る限りだとほらやっぱり2桁があちこちにあるので、まあ、このように、ステータスもリセットされてしまうんですが、1周目に1階層からやった時と2周目に1階層からやる時では、敵の数が違いますし、敵のレベルも違いますし、出てくる素材、食材もだいぶ変わりますので、作れる料理が変わるんですね。そのため多分この子たちいいもん食ったんだね。1周目に比べると1階層でも手に入る食材が変わって調理も変わるので、このようにステータスはやっぱり1周目とは全然違う状況で今2周目をやっております。なので、2周目前回やった時、あ、2勝目を前回やった時に比べてサクサク進みますので、食事でだいぶステータスってのはこんなに盛ることができるんだなということがちょっと実感できました。
なので前回と同じかっていうとやっぱり2周目の方が強くなって戻ってきております。まあ食事なんでしょうね。でさらにキャラクターで見ていくと、まあレベルも違いますよね多分ね。前回ね14ぐらいでしたね。で3つ目の気づいたこと、それはスキルですよね。なんかね俺こんなに持ってた。1周目は当然アキレスとクイックスラッシュぐらいしかなかったと思うんですが、なんかいろんなもん食わせて気づいたら魔法があるしこういうなんかパワースラストとかってのもいつの間にか覚えてるし、でまあ武器スキルとかで言うとスキルレベルだってね23まで上がっていますので、まあ、ここら辺のこういう体勢とかね、こういうのもやっぱりつきますんでね、いろいろ食わして、覚えていく、そういうゲームなんでしょうね。これは装備品なのかな。まあ、この子も、衝撃波叩きつけなどが覚えてますよね。調理レベルは14。その他、弓の子もいろいろ覚えております。この子もなんかいろいろ覚えましたね。ラウンドスラッシュって技を覚えてるのかな。このようにスキルも、失うことはないので、当然やっぱり強くなって帰ってきます。これがやっぱりすごいですよね。で、まあここまでは、チュートリアルでも載っている内容を、まあ、おさらいしているんですが、一番やっぱり全滅して必要なことっていうのは装備品ですね。今マグは装備品がこんな感じになっております。まあ、当然ですけど1周目にブロードソードは持ってませんでしたからね、まあ、まだ2勝目しかやってないのでこのスキルですが、まあ、ハンドアックス、ブロンズスピアだって最初は持ってません。妖精の弓は最初からあったね。でなんかセイクリッド棒っていうなんかもっと聖騎士が扱う強力な弓もいつの間にか持っておりました。まあ、フードとかはね、まあ、後で黒く光るものに変えますけれどもね。まず装備品がだいぶ変わりましたね、まあ、これが全滅することで、変わることだと思います。そして全滅して分かったこと、まあ、考え方なんでしょうけれどもね、まあ、全滅して最初からやる方がいいのか、もう一度ロードして最初からロードしてセーブの途中からやるのかいいのかっていうのはね天秤にかけてもいいのかななんて思いますね。今言ったように一番は装備品、まあ、どうしても失いたくないとか、攻撃力程度ならいくらでも手に入りそうなんですよね、このゲームの場合。でも問題はスキルですよね。例えば今なんかいいスキル持ってる子いる？あ、今はあえて無印なのか。もったいないからだよね。あんまりこういうのいいもん持ってる子いないんだけど。まあ、このトパーズリングとかね、こういうのも今装備強化すればもっと下のもつくんでしょうけれども、で虚無視非ダメージ軽減は今この第2章にとっては非常にいいのでね、まあこういう風に装備品ありきで考えて、最初からやるべきかそれとも、ロードして途中からやるべきかっていうのはね天秤にかけていいんじゃないかなと思います。まあ特攻系とかそのステージに合うものとかはやっぱり残したいですよね。今の虚無視なんかも残したいですからね。でさらにこんな考え方もありなんじゃないかなっていうのが、どうしても先へ進めないぐらいに敵の階層が強いと、攻撃力も強いし、もうとにかく勝てない、そういう時にはもう一回もう最初からやり直そうと、そういうふうに思ってもいいと思うんですが、どうせ最初からやり直すんだったらこんなのもいいんじゃないでしょうか。あ、今こっからは変えられないかな。あ、今こっからはちょっと変えられないのかな。ショーの終わりでしたっけ変えられるのってね。ちょっと戻れないんで今はちょっとここでお伝えできませんけれども、まあ、単純に言えば難易度をナイトメアにしちゃうとかね。で良い武器出るまで探してから全滅っていう、ナイトメアに関してはスキルが全部埋まっている武器とかもあったりするぐらい、なんだっけ 250% なんですよね確かね、スキルがついてる率っていうのが。あと装備品のレア度も高くなるので、ああもうこの階層はもうダメだ最初からやり直そうって思うんだったらね、根こそぎスキルだけいい武器はちゃんと調達してからやり直すみたいなね、そういうのもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでじゃあちょっと一旦ここまでにしてちょっと先進みたいと思います。15階層、ご飯食べたいと思います。一旦カット。
はい、じゃあ行きます。行きますよ、勝手に動きますよ。はい、今勝手に動き出しましたね。ちょっと今ぶつかりたくなかったな今ぶつかりたくなかったな。はい、というわけでちょっとね、今、全滅しやすいっていうところでね、ちょっと面白いのをお見せしたかったんですが、あ、やべ、エリンギまでいる。ちょっと、はいはいはい、逃げろ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 。はい、今ね、ちょっとね、主人公が、絶賛発狂中なんで。あ、よかった、向こう行かなかった。ほら、走って逃げ回ってますね。大丈夫なんでしょうかね。じゃあ多分発狂しているので、あ、やっぱ間違えちゃった。あ、全然威力ないね。あ、まあ防御固めてくれたら大丈夫だわ。連打すんのも良くないね遺体を攻撃してしまいましたよ。で、こうすれば、発狂している子がいても、ちゃんと自分で操作できますが、主人公にすると、あ、今ダイヤメージで出ちゃったか。あ、というわけで、発狂は終わりました。というわけでね、発狂すると確率で死ぬっていう話なんですけど、ちょっとそれも皆さんにお伝えしたかったりして発狂死ってどういうのか見てみたかったんですけれども、半分ダメージを受けることで終わりました。確率でね、即死らしいんでね、ちょっとね、いつかそんなシーンも見せられたらいいなっていうね、どういうゲームよ本当に。主人公を発狂死させるって恐ろしいよね、このゲームね、本当に。はい、というわけで、じゃあちょっと今のはね、ちょっとおまけとしてちょっと映したかっただけなんで、ちょっと今回映したいのは、戦い方がね、やっぱり変わりましたよね。ちょっと走って逃げる。やっぱ全滅して分かったこと、5つ目かな。その後、戦い方が変わりますよね。やっぱりね、全滅すると今までのように特攻で何とかしようっていうゲームじゃないんだなっていうことを思い知らされましたから、基本的にまあ皆さんやっていることだと思うんですけど、基本全部バックアタックで戦いましょう。バックアタック以外では戦わないぐらいの気持ちでいきたいと思います。なので、ちょっとどっかにない、ね、どっかにない、あ、ちょっとここないですね。祭壇、祭壇で、移動スピードを上げるっていうのはやっぱりやった方がいいですね。ただね、ちょっと移動スピード上げすぎるとこれがね、ちょっとね、自分でコントロールできなくなっちゃうんでね。自分でコントロールできないんで、あれなんだけど、はい、行けました。早すぎてね、追い越しちゃってね、自分がバックアタックされるっていう、そういう目にあったことが何回もあるんで、ちょっとあれなんですけれども、基本的に戦う時にはもう全部バックアタックでいきましょうね。もう相手の攻撃なんか一切食らわない、もうノーダメージでいきましょうよっていう、まあ、そういう戦い方が一番いいんじゃないかなと思います。ほら、またあそこにいますね、可愛い子が。モンスターだけど可愛いよね、この子。で、ダッシュで突っ込んでいってもね、バックアタックは取れるんでね。ロマンシングサガでしたっけ？なんかね、ダッシュしちゃうと向こうのバックアタックになっちゃったりするからね。そういうのではなくて、バックアタック、ダッシュでもできるので、ぜひダッシュで、猛スピードで突っ込んでいってやりましょう。さあ、どん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 素材をゲットしていきましょう。ここはいいね、安全な場所でいいね。全滅して分かったことをその6、前回のGエリンギアにやられちゃった時に、マグは基本的に主人公が剣士なんで、ガンガン前に突っ込んでっちゃうんですよね。もうね、さすがに前からガンガン突っ込んでいくってのはもうダメよね。ね、さすがに適当にやってちゃダメなゲームみたいなので、今陣形はこういう風にしてますね。今言ったように主人公の、一番上のマグマグマグロンが、スピードが一番高いので、この子ね、サラダがねお好きなんでね、サラダばっかり食わせたらね、スピード上がりまくっちゃったんで、誰よりも一番最初に攻撃しちゃうんですけど、
基本的にバックアタックだった場合はガンガンいきます。もう主人公も突っ込ませます、さっきやってたみたいにね、ただ何回かやっててバックアタックできなかった時もあるので、そういう時のためにまず攻撃を食らう人はこの子にしてますね。ちょっとごめんなさいね、名前ちょっとマグが今までやってきたゲームの主人公、さらには脇役の名前を勝手につけちゃってるんで、この動画から見始めた人にとってみたら誰だこれってなっちゃうかもしれないんですけど、この斧を使ってるこの子に、まあ、ひなちゃんに防御力をね、上げさせて、この子に攻撃をさせる、そういう形でやってます。だからなるべくねこの子には肉食わして HP も高くして、まあね、肉壁のように頑張っていただきたいなと思っております。だからね、に虫ばっかり食わして ね、だいたいマグの動画ではこの子が吐いてます、ね、で基本的にはバカタックって決めてるんですけど、あの爬虫類系はね足が速いんでね、どうしても追いつかれちゃうんで、あれなんですけれども、なるべくね、バックアタックは心がけつつも、無理だって判断した時にはこの子早いんで、ほらね、でもね高いところ登れないんで、ほらざまあ見ろおい、かかってこい、かかってこい、ほら来れないのか、来れないのか、あの爬虫類ね。でこれで諦めるんですよね、諦めたところでバックアタックね、こうやってあの高さ1段2段3段3段は登れないみたいなので、こういう爬虫類系もね、こうやって絶対バックアタック、もうバックアタックは絶対譲らない、それぐらいの戦い方をしていけばいいんじゃないでしょうか。全滅する、うっかり全滅はなくなるんじゃないかなと思いますね。あとこうやって素材取ってる時にね突っ込まれるのが一番あれなんですけれども、やっぱり来るな、これは来るな、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 けど足遅いね、全然避けれましたね。はい、じゃあ一旦カット。はい、というわけで、今度はわざと6時以降モンスターが凶暴になってる時間帯で今ちょっと戦っております。これがクリオの夜バージョンになっているんですが、基本的にもう今7つ目、8つ目ちょっと忘れちゃいましたね全滅して分かったこととしては、まあ夜戦わないことですね、死にやすいので夜は絶対に戦わないようにしましょう。マグが死んだ時も G エリンギアと夜当たっちゃったんですよね。なのでまあほぼ逃げ気で死んだ感じでしたか、ね、もうちょっと威力もね、あの半分ぐらい持ってかれるぐらい強かったんで、ああさっき戦ったエリンギアよりやっぱり強い、ちょっと強いんでスキル使おうかな。大したスキルもねえけども、ちょっと毒も使っていこうかな。これ当たる？ここかな？ちょっとあんまりスキル使い慣れてない感が。うわ354、うわすっごい力、あ毒で死んだ。そして今研究値1217って書いてありますね。このように、夜戦うと経験値が高いです。さっきお昼に戦った時のが794だったので、まあ 1.5 倍近くの経験値がもらえるということなので、まあ、夜戦ったらレベル稼ぎになるので非常にいいんですが、まあ、たまにはね上位互換の敵が出たりしますし、さっきこの間ねマグがやられたようにエリンギアのでっかいやつとかね、ああいうのが出てきちゃったりもするので、まあ基本夜は戦わない方がいいんじゃないでしょうかね。まあ、中継地点で1回セーブができますので、そこで、その近く、例えば10階層でセーブがするんだったら11階層12階層とかで1回夜戦ってみるみたいなことをやって、お試しで戦ってみるのがいいかもしれませんね。それで夜戦って、ああ勝てる勝てるっていうのであるならば、ちょっと早めの階層でちょっと戦ってみて、いい素材を集めてみたり、こいつには勝てるのか、ああこいつには勝てないのかっていうのをちょっとセーブポイントの近くで、やってみてロードしてやり直すっていう手もあるんじゃないのかなと思いますね。まあ下手するとね、一撃死の化け物クラスが出てきちゃったりするともうちょっと取り返しがつかないんでね、一旦中継地点の近くで夜の下見しておくのがいいんじゃないのかなというふうに思います。というわけで夜は怖いんでもう帰りますよ。全力で帰る。
はい、じゃあ帰ってきたついでに、これで8つ目かな。もうこれ数間違ってたらどうしよう。どっかに中略書いとくね。全滅して分かったことその8、結構あるもんだね。後書き集めができますね。ここら辺の生存報告、こういう行くか引くかとか、こういうあの後書きが、もしかしてこれ1って第1章でしか手に入らないんだったら、まだマグほらこんなに持ってないんですよ。1の2もない、4もない、まあ、全部で何個あるのかわからないんですけど、後書き集めっていうのができるんじゃないのかなと思います。そして全滅して1回目からやり直したら調理の基本もゲットしましたね。今ね、調理の基本3まで手に入ってるんですけど、これ全部1章で手に入りましたね。これはもしかしたらあれかな、あの今後先の場所でも出てくるのかもしれないんですが、こういうのを集めるっていうのもいいのかもしれないですね。もう一個最後に、ちょっと動画あべこべになっちゃうけれども、ちょっとねこの動画を撮る一番最初に、もう一個、9つ目のポイントがあるので、そっちを先にやりたいと思います。ではそちらへどうぞ。はい、というわけで、ちょっとモンスターハウスだと思われるんですが、音楽が変わっております。こういう音楽の時は、モンスターだらけの状況で非常に全滅がしやすいんですね。こういう時はちょっと落ち着きましょう。もう今何番目か分かりませんけれども、ちょっとね順序が逆なんでね、どんなテンションで喋ってるか分かんないんですけれども、全滅しやすいポイントとしてモンスターハウスっていう名前でいいんですかね。ちょっとこれの名称は分かりませんけれど、モンスターしかいない場所っていうのがありますね。そういう場合はモンスターからのバックアタックとか、一画面に5体以上に囲まれてるなんてこともあります。もうこれはどうしようもないですね。全滅ポイントだと思います。でこういう時のためのものがあるんですが、これですね、キリタリズマの実。まあこれは私が勝手に切ったんですけど、まあタリズマの実ですね。あの前回の動画でマグが食べてるんですけど、これを食べるとモンスターが近寄ってこないんで、これ食べましょう。水分が不足してる子に食べさせよう。じゃあマグが臭くなっちゃう。というわけでこれで悪臭が発生するので、どうなります？モンスターハウスで敵がいっぱいいるのに来ませんね。来ませんね、やっぱりね。というわけで、ミミックはちょっと待ってよ。ちょっとね、いろんなことがありすぎる。ちょっと待って、ミミックは一旦カット。いろんなことがありすぎる。ちょっと、お待ちになって。ちょっとミミックの場合死んじゃうかもしれないから。あ、弱いね。あ、よかったよかった。ああ、大丈夫。勝てるミミックだった。よかったよかった。たまに異常に強いミミックがいたりするからさ。まあもうちょっとサクッといきましょうか。というわけでね、さっきやったあの、タリズマの実っていうのを食べさせることで、非常にね、もう全滅の可能性はなくなって、堂々と宝箱を漁ることができます。まあ、てか、て恐ろしいな。こんなにいるのか、敵。ほら、近寄ってこないですもんね。ただ戦いてえんだがな。ちょっとお前ら離れろ離れろ、ほれ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 。え、あ、こいつ離れないの？ほれ離れろ離れろ、ほれ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 、離れろ離れろ。離れたところでバックアタック。これは楽ちんですよ。モンスターハウスでも十分に倒すことができます。倒すことができない。それはマグの実力不足。はい、というわけでね、こうやって、モンスターハウスのかわし方はこれでいいんですが、もしね、タリズマの実持ってないと、これができないんでね、全滅ポイントになっちゃいますね。非常にやばいですが、なんとか頑張ってやっていきましょう。ほらほら、みんな逃げろ逃げろ、ほれ。ほらほら、いなくなりいなくなり、ほれ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 、ほれほれ、気づいてないのか？でもこれ、うっかりぶつかっちゃうとね、あの、何匹も戦わなきゃいけなくなっちゃうんで。ね。こういうところをこうやって一体ずつ処理していきましょう。一旦カット。いや、こんな楽なのはないね、やっぱりね。はい、というわけで多分モンスターハウスを一回挟んだと思います。ちょっとみんな疲れてるから休もうか。
で、これは多分9ついってる。あ、じゃあなんかこう、キリがいいから10銭にしようかね。ね、これでやっとサムネの、数字とあったんじゃないでしょうかね。多分10個あると思います。足りなかったらどうしよう。第1章で、こちら、マッドアイでしたっけ、あのボスを倒すと霊木の腕輪というのを手に入ります。こちら HP 上昇、攻撃力上昇、防御力上昇、魔法攻撃力、魔法防御力、素早さ、幸運、全部上昇、こういう素敵なアイテムを手に入れることができたんですが、全滅してもう一回やったらですね、もう一個もらいました。ということで、一回やり直すとボスがもらえるレア装備ってのをもう一個もらえるかもしれないですね。なので8回全滅すれば、じゃあ8個手に入るのかな。ね、まあそれぐらい全滅するゲームだよね、このゲームはね。だから結構全滅するってのは悪くないかなと思います。こういう装備を手に入れるために帰るってのもいいのかな、なんてちょっと思っちゃいました。はい、というわけで今回の動画良かったという方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はね、ちょっと珍しく、YouTuber らしく、マグは今回10銭なんてね、よく流行ってるじゃないですか。ね、YouTube とかの情報系、攻略系とかのね、サイトを見るとよくそういうのが上がってるんですけどもね、マグの動画は基本的にプレイ動画なので、あんまりそういう情報系、攻略系はやらないんですが、ちょっとね、一回全滅しただけでなんかいろいろ思いついたことがあったので、それだけでまとめてやってみました。今後はね、またプレイ日記でやっていきたいと思います。ああだこうだ言いながら、ギャーギャー騒ぎながら、ね、この子たちをゲレモノを食わせながら頑張っていきたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。まだ16階層か。次の動画でボスまで行きたいねー。はい、というわけでちょっと締めの挨拶まで今言ったんですが、恐ろしいことが起きております。現在、土日なんですが、2月5日土曜日、今プレイしてて今初めて気づいたんですけど、この動画10選なんて作っといて、もうこの全滅した時に気づいた動画いらないんじゃないかっていう本末転倒なオチが待っておりました。それが今この段階でセーブできます。はい、というわけで何が起きているんでしょうか。マグもはっきり分かりませんが、今までの冒険飯は1階層から10階層まではセーブができませんでした。なので全滅したら最初からやり直しなんですね。なぜならロードして戻れないから、なんですが、ですね、どういうことですか。気づいたら全階層でセーブできるようになっております。どうやら2月2日の、パッチで、全階層で、セーブできるように変更されたようです。理由としてはですね、どうやら1階層から11階層、11階層から20階層までの間にゲームをプレイしているとゲームが停止するというバグが発見されたそうです。そのため、ゲーム会社である日本一ソフトウェアさんが、あちこちでセーブできるようにしないと、またいつどこでそのバグがあって、ゲームが停止するかどうかがわからないので、そうなると今までやってた分が全部やり直しになっちゃうわけですよね。言うなれば全滅して最初からやる場合は装備があるんですが、ゲームが停止してやり直した場合は装備もないわけですからね。これはちょっと致命的なバグだということで、おそらく全キャンプでセーブっていう方向に落ち着いたんじゃないでしょうか。はい、というわけで皆さん、このゲームが難しくて死にゲーだからやりたくないって言っていた皆さんに朗報です。2月2日以降、急にぬるゲーになりました。あの、全滅怖くないですもん。あの、急に優しいゲームになりました。死にゲーではありません。ロードすればいいです。というわけで、今、マグが撮った動画の中でなんか言ったね。セーブポイントの近くで下見してみたらいいんじゃないっていう部分が、全カットですかね。これどうしましょうかね。面白いからそのまま残しますか。はい、というわけで、どうやらいつでもセーブが可能なようです。急にぬるぬるなゲームになりましたが、それでもこの動画を見ていただけたら幸いです。もう一回締めたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあね。どういうことよ。急にぬるゲーになったじゃないの、このゲーム。もういつでもセーブできるじゃん。もう16階層でセーブできるじゃん。何これ。
夜お試しで戦ってもいいじゃん。じゃあでっかい敵とも試しに戦えるじゃん。もう